シュロップシャーブルーはイギリスのシュロップシャーを原産地とする牛乳を原料としたブルーチーズ。産地としては他にレスターシャーおよびノッティンガムシャーが挙げられる。歴史はそれほど古くなく発祥は1970年代のスコットランド。現在の商品とされたのは1981年であった。当初の1970年代は同じく ブルーチーズのスティルトンの製法を持ち帰ったアンディ・ウィリアムソンにより作成され、当時の産地の名に由来してインバネッシャーブルー、またはその牧場の名を取ってブルースチュワートと呼ばれていた。シュロップシャーなどで販売するため、マーケティングの理由のみでなんとなくシュロップシャーブルーと名付けられるようになった。生産は1980年に一旦途切れたが、同年、または翌年再開し、これが 現在のシュロップシャーブルーの開発源とみなされている。形状は円筒状で外観は茶色もしくはオレンジ色。若干の白カビも見られる。内部はオレンジ色が主体でマーブル模様に青カビが散っている。このオレンジ色は穴投色素によるものである。低温殺菌乳を使用し、熟成は最低8週間または12週間とされ、 さらに12週間熟成することで風味を良くすることも可能。青カビの多いブルーチーズは味が強く個性が強いとされるが、シュロップシャーブルーはクリーミーかつ甘味があり、一般向けの味を持つと評される。食し方の例としては、ブラウンウェール、シェリー香のある、スコッチウイスキーもしくはポートワインと合わせたり、蜂蜜をかけてそのまま食しても良いとされる。ありがとうございます。